ポーズコート試尺 A、バイクウントパワーズコート、PRZK、RT、ポーツコートは、イギリスの試者、貴族、アイルランド貴族爵位。過去に3度創設されており、いずれもウィンフィールド家に対する助尺である。一族の旧邸宅である、ポーズコートハウスウィンフィールド家の祖、サー・リチャード・ウィンフィールドは、サフォーク出身の軍人で、16世紀後半に、 アイルランド島に渡った後定住した。彼は1618年にアイルランド貴族としてポーズコート施策に助せられた。これがウィンフィールド家に対する初の助釈例であったが彼には子がなかったため同人の死をもって爵位は廃絶した。ウィックロー選挙区選出のアイルランド庶民院議員を務めたホリオット・ウィンフィールドは1665年に アイルランド貴族借位のポーズコート詩尺に除されて、貴族院に転じた。彼にも男子がなかったため、借位は再び廃絶した。二代子爵エドワード・リチャード・ウィンフィールドは、1743年にアイルランド貴族として、ウィックロー県ポーズコートのポーズコート詩尺及び、ウェックスフォード県ウィンフィールドのウィンフィールド男爵に助せられた。彼の後はその息子エドワードが借位を襲った。 二代子爵エドワードは就職後にストックブリッジ選挙区選出の庶民院議員を務めた。彼は未婚のまま死去したため、爵位は弟リチャードが相続した。以降、現在に至るまで彼の男系子孫によってポーズ校と死者ク位は継承され続けている。四代子爵リチャードはグレートブリテン王国とアイルランド王国との合併を図る合同法に、 反対する旧戦法であったという。その息子である五代使者クリチャードは1821年から1823年にかけてアイルランド貴族代表議員を務めた。また彼の第二、ジョージ4世が一族の邸宅であるポーズコートハウスを訪れている。その孫にあたる七代男爵マービンは貴族代表議員や数密顧問官を歴任したほか、1885年に 連合王国貴族として、ウィックロー兼ポーズコートのポーズコート男爵に助手された。そのため、以降の歴代当主は1999年の貴族院改革まで貴族院に対して自動的に議席を得ることとなった。マーヴィン・リチャード・ウィンフィールドは、後の第8代ポーズコート子爵である。創設されたばかりのアイルランドコノエ連隊に入隊。 中尉に昇進し1901年の軍旗真珠式で騎手を務めると1902年にロイヤルビクトリア勲章第5級に助されて、勲位の名乗りを許される。1910年にウィックロー党官を拝命。1916年に聖パトリック勲章を過食された。その亡き後爵位を授かった第9代、四尺マービンパトリックには一助二難があり。 長女グラニアシビル・イーニドは結婚して、キルケニーの第7代ラングリッシュ男爵夫人である。第10代死爵は、その長男マービン・ナイルが継ぎ、2015年より、マッテー・マービン・アンソニーが、ポーズコート死爵家の第11代にして、現当主である。一族のかつての邸宅は、ウィック・ローケン・エニス・ケリー近郊のポーズコートハウス。現当主である、第11代。 ポーズコート子爵マービン・アンソニー・ウィンフィールドは以下の爵位を有する。爵位の推定相続人は現当主の遠赤パトリック・ノエル・ウィンフィールド。ポーズコート団爵位には現在法定推定相続人も推定相続人もおらず廃絶する可能性が高い。四大子爵の三男、エドワードのヤシ後にあたる。主な執筆者名のせの ABC 順。ありがとうございます。